こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第512回、石原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、先生なんか一度お会いされてる感じですけども、農業、はい、農場経営の方ですね。北海道の人。はい、北海道の方、うん、イメージ湧くんですね、うん、この間あのね、多分ジャガイモ送ってきたよ。いあらら、じゃあ生々しい話聞きそうですが、すっげー美味しかった、びっくりみたいな、北海道の味みたいな、ね、はい、どうぞ。後継者の方です、はい、日本の農業の未来は今後どうなっていくのでしょうか、うん、というところから始まってます、うん、石原先生こんにちは、いつも素敵な配信をありがとうございます、うん、先日東京の勉強会に参加させていただきました。北海道の畑作農業30代後継者のものです、うん、その際にはとても学びが多く有意義な時間を過ごすことができました、うん、実際にお会いして緊張しながらも凄さを肌で感じ、日常の仕事や生活への取り組み方が変わったという実感があります。大変ありがとうございました、うん、早速質問ですが、日本の農業の未来について今後どうなっていくとお考えでしょうか。範囲の広い質問になってしまいましたが、2つあります、うん、三人称視点では、野菜を食べる消費者として農業や食べ物がどうあってほしいか。4人称視点、うん、日本農業が今後の社会の中でどういう役割立ち位置になっていくとよいか、うん、そのような視点でヒントをいただけると幸いです。未熟ながらも自分の考え最後に書いてみたので、フィードバックいただけたら嬉しいです。でもれでね、これ日本の農業さ、どうなると思う、はい、っていうか日本の農業とか農業従事とかだってあれじゃない、遠藤さんもそのほら地域とか北海道とか結構ご縁があるじゃない。つながりはご縁はあります、ね、あるよね。あ、行ったら、あったら北海道行ったら、北海道ですか。相当大きい、ちょこちょこ、ね、大きいところでやってるよ、うん、なんか土地はいわゆる北海道の平均耕作面積ぐらいっていうんで、多分30ヘクタールとか50とかですか、うん、すごいでかいですね、膨大膨大、うん、全部北嶺に入れてるんですかね。どうなんですか、全然イメージわからないです。今後の日本の農業なんか言ってよ何でしたっけ、日本の農業について。農業とかさ、食とかさ、どうなるかねって話。あ、どうなんですか。今どっちかというとバイオベンチャー系の方の付き合い の、うん、あのいわゆるスタートアップみたいな人たちは、うんうん、あのいわゆるあの植物工場みたいな方にやっぱり行ってる仲間はいるんで、そのもうとにかく外部環境に影響されない作物を、とにかく農業の要素は外部要因を排除できないっていうところをやるためには、結局もう外を管理、天気から外すしかないじゃないですか。へっていう観点で、まあ、スタートアップ集めやすいものもあるんでしょうけど、へ、ただこれ全然農業の大きな枠組みじゃないですかね。へ、どういくんですか。いや、今の話すごい新鮮なんだけど、そのさ、ベンチャーの子たちってさ、その農業の自分たちのやる先に何、どういう社会を見てんの。いや、だからそこが結構見切れないままにっていうのはあるんじゃないですか。いや、ほんだったらさ、一番いいのはさ、いや僕らは宇宙ステーションで作物作るためにやってますって言ったら全然文脈変わるよ。どういうことですか。え、だって地球上でバイオで農業を作っても普通に取れる野菜の方が圧倒的に多いはずだから、うん、だから何て言うの、何も試験管の中でものすごい効率的に野菜作んなきゃいけないほど野菜は作るの大変でもないよ。で僕なんかあのごめんね、そう普通に思っちゃう、うんうん、だからものすごく特殊な何かをそこから培養してなんかね薬作るとかなんとかっていうんだったら、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、はいはい、食べるものの野菜を効率的に作るったってそもそもさ、資本主義社会に対抗して社会主義って農業でやろうとしたぐらいさ、生産性ってさ爆発するからで多いんだよ。うんうん、だ農家はさ、実はどうしてるかって、取れすぎてるものを捨ててんだよ、はいはい、山ほど捨ててんだよ、うんうん、だから効率的に作るも何も捨てるほどあるものをさ、何効率的に作ってんだろうっていう感じがする。いやごめんね、表面的に言うと、うんうん、だけど日本の農業がさ、そもそもさめっちゃめちゃ弱くなっちゃった理由は何かっていうとさ、資本主義社会において、資本主義社会じゃない仕組みの中で物を作らされちゃってるから、はいはい、だから作っただけってなってて、特に北海道そうでしょう、ね、売ることの努力をしてはいけないって言われちゃったから、うん、資本主義社会の中にいて資本主義社会の生活してないからダメで。なるほど。もちろんこれは枠組みの問題とかいろいろあるんだけどさ、あ、医者がそうだよね、医者が
だから例えばその保険診療っていう世界の中に入っちゃうと、患者さんが来たら保険の中で成立するっていうかね、治療するだけになってしまって、うんうん、でこれほら発展してるときはさ、どん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 発展しているときは保険制度も緩いしめっちゃお金があったじゃないですか。だけど今国も大変だから保険の見直しどん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 してるんで、病院の人たちってさ、これまで蓄えたお金をさどん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 吸い上げられてさ、ついに病院、医者なのにタクシーの運転手になっちゃったとかさ、あるある、あるある、うん、だからだからこれ何かって言ったらさ、資本主義社会の中にいながらも、うんうん、資本主義社会の役割を果たしてない欠損してるビジネスをしてるからね。あ、うん、それは自ら売るってことじゃん。だって、まあ、売るか作るかサービスするかっていったところの売るところを、まあ、依存してるというか支配されちゃってるから、うんうんうん、じゃない。そうですね、だから医者だって今すごく面白くて、保険制度を外れて自由診療ってなった瞬間に生き返るわけ。もちろんすごいリスクもあるよ、うんうん、だからリスクとチャンスで言うと、ずっとそのままでいくとリスクに巻き込まれて死んでしまうのね。だけどチャンス、そこをあえてリスクを取って伸びていけばもういくらでも出てくるところがたくさんあって、あ、うんうん、それこそさっきプレミアムで仕上げたけど、世の中って階層あるから、いくらでも金持ちがいて、うんうん、さ、その金持ちとの関係性を作ればいくらでもビジネスなんか起きるはず で、うんうん、でしかもこんだけ作るものが大変大変大変ってなっちゃって、中国の人なんかはさ、絶対その辺で作ってるものは絶対食べないわけじゃん、じゃない。だって知的なレベルが高くなれば当然高くなって人たちは高い思考をするじゃん。だって、ね、僕らって体なんで作ってるかって言ったらさ、食物で作ってるんだよ。みんなそこ考えてないけど、だからファストフードを食べてるとファストフードで取ったものが作られるので、うん、確実に人間の変化って起きてるよ、うん、だからものすごく僕らはほら、なんていうの、鶏さんとか牛さんとかさ、 豚さんとかさ、うん、ああいうとこと飼ってるとさ、飼ってるとこ行くじゃん、よかったニワトリじゃなくてって言わないと思わない。そうですね、いや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 、とよかった牛じゃなくてってさ、ところがさ、大きく見るとその仕組みの中に人間入ってる。あ、分かる、どっちが支配されてるか微妙ってことですか。うん、だから食物を与えられて与えられたように育つわけ、うんうん、いや例えばちょっと怖いから言えないけど、学校給食とかいろんな今見直しもすごい盛んにされているみたいね。でどうしてかっていうと、まあ、なかなかちょっと製品の名前言えないけど、はい、あるものを使うとやっぱその中にはさ、成長ホルモンとか山ほどあるもんだから、うんうんうん、今なんだっけな、幼稚園保育園どっちか分かんなくなっちゃったけど、やっぱりその成長しなくちゃってんであるものをいっぱい食べさせると、その生産の中で成長ホルモンいっぱい使ってるから、うんうん、小学校上がる前に歯が入れ替わっちゃうらしい。ほう、うん、それみんなもう今の子たちは入ってるんですか、うん、だって大量に使ってる作ってるのを大量に食べてるから。でも普通はさ、小学校上がって2年3年ぐらいで歯が1本か2本入れ替わってくるでしょ。当時そうでしたね。俺らそうだろ。そうでした、ね、そうでした。で賢い人ってさ、なんかやばって思ってるわけよ。要するに食べるものをで自分作ってるわけじゃん。だから牛見てかわいそうどころかお前もかわいそうだろっていうことになるわけじゃん。だけどこれはさ、しょうがないっちゃしょうがないね。なんでかとたくさんの食べ物を供給しなくちゃいけないって言うんだけど、ところが上に行きゃ行くほど選択の順が来るから、うんうん、いやそれはさすがに僕は選ばなくてもいいですとかさ、いやもうそんなとこ近くも住宅宅もありませんっていう人がいっぱいいるわけじゃん。でしょ。だからさっきのプレミアムの話で言うとさ、私有地でガンガン走らせてもいいわけでしょ、はいはいはい、俺何でもできるじゃん。だからそういう人たち向けにはさ、いくらでもビジネスできるしって考えたら、農業は売ることを考えればいいんだよね。シンプルですね。うん、人に頼らないで売ることをちゃんと考えてるじゃん。でありがたいことにさ、会社勤めしてる人がセカンドビジネスやるようなもんで、うんうんうん、今流通に乗っかってるから生きてるじゃん。ここで食わしてもらいながらさ、アルバイトしますみたいなさ、そういう感覚でどのバランスに一番行ったらいいかっていうのをさ、行きゃいいだけのあれじゃん。今ありますもんね、一旦はそのキャッシュゲームも含め。そう。
それがだからって俺分かんないけど、ね、そのよく分かんないベンチャーに行くのもなと思うわけよ。いやだって作ってる人が言うのが一番いいから。なるほど。作ってる人が直接の食べてくれる人のレベル感考えればよくて、基本的にその資本主義の中にちゃんと入りましょうっていうことなんですか。資本主義的な活動をとにかくしましょうねと。だから資本主義社会がどういう行動になるかってね、さっきプレミアムで言ったけど、うんうん、そう考えたらさ、どのマーケットに自分の野菜持っていくかってだけの話じゃん。ほんだ1000個売ろうがさ、そうですね、1万個売ろうが売上利益の問題で利益でしょ。また数家族にもっと利益上げて配ることもできるわけじゃんか。で、なんでその制約条件いっぱい作った上でそれをやるのかなっていう感じがするね。まあ、でもこの方石原先生に近づきになられてジャガイモ送ってるあたりはセンス抜群なんじゃないですか、うん、全然。だから英才教育しようかなと思ってる。いや楽しみですね。はい、ということで、というわけ です、はい、石原明の経営のヒントプラス第512回でした。石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。